ありがとうございます。スイーツのように愛されたい私たちスイーツメロディーです。よろしくお願いします。ありがとうございます。まずはご紹介させていただきます。まずゆいちゃん。はい、ベリーピンク担当星野ゆいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、パステルグリーン担当鈴木美奈です。よろしくお願いします。ありがとうございます。上野公園水上学堂にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ありがとう。ありがとうございます。はい、昨日はね、昨日はホワイトデーということで、うん、皆さんハッピーホワイトデー。ハッピーホワイトデー。そうね、昨日はね、うん、今日は3月15日ですけど、はい、昨日はゆいちゃん何してました？昨日はね、うん、昨日っていうか13日に自分でチョコレート作って昨日食べました。すごいね、自分で作ったの？そう、作ったの。すごい。そう、美味しかったです。あ、ちなみに生タルト、うん、違うの、生チョコタルト。生チョコタルト、めっちゃ難しそうだね、うん、すごいね、なんかそう、作ってました。みなちゃん何してた？意味は、昨日はホワイトデーだったので、うん、自分でクッキーを食べて、自分で食べちゃいました。なんか悲しいね。そうそう、一人でホワイトデー満喫してましたよ。あ、でもね、スイメロっぽいってことね。そうね、スイメロっぽい、うん、そう、今日はね、ちょっとホワイトデーっぽく衣装もスイーツです、はい。見えるかな？見えるかな？見えます？あ、見える見える？見える見える。よかったよかった。皆さんね、あの衣装を見て楽しんでください。はい、はい、ではね、次の曲に行きたいと思います。聴いてください。スタートミアップ。
ございます。はい、私たちの次のライブは3月21日池袋の、リボイスさんでぜひライブをさせていただくのでぜひ遊びに来てください。はい、そしてこの後物販があります。しんきちゃんって…しんきちゃんしんきちゃんごめんなさい、しんきさんチェキ200円です。ぜひ遊びに来てください。以上、私たちスイーツメロディーでした。ありがとうございました。この後も引き続き楽しみ